小6女子の浜学院生です。体調管理で心がけていたこと、常にしていたことを詳しく教えてください。そうですね。まあなんかね、やっぱりなんかね、あの、女の子は、 なんかやっぱちょっとなんてか細いっていうか、おと男の子ががっちりしてきますからね、筋肉となんか骨とかが。だから、それに比べたら、まあ細い感じなんでね、あの気をつけなくちゃいけないなって思ったんで、まあ注意したのはね、あんまり重たい荷物を持たせないことですね。<laughs> 荷物はひたすらなんか軽くして、あのー、なんか、 疲れないようにっていうことと、とお風呂とかは、まあ、じっくり入らせる、本人が髪の毛洗ったりとかするのが好きなので、入らせるっていうことと、まあ、6年生なんか特にね、まあなんかいろいろ忙しいので、結構ね、お風呂の、ね、バスタイムを、ね、こう充実させるために、いろいろとシャンプーとかね、なんかボディーソープとかいろいろ買い揃ろえました、いろいろと、あの匂いがいいのとかなんか、で本人もね、アマゾンでこれがいいみたいな、こうやって言ったりとかしてて、まあ、ちょっとほんのね、そのな何十分も入ってるわけじゃないんです ですけど癒しししでね入ったたりとかしてましたそれとかあの、まあ、バスなんかこうバス入浴剤あれも結構なんかいい感じのね自分が好きなものをしたりとかというような男の子はそんなこと一切なかったんですけどね男の子で入って出るみたいな感じでうちこでみんな男の子でもお風呂好きだったんですけどねでもなんかそこまで考えなかったんですよ女の子はねそういうのが大事かなっていうこととそれとまあちょっと忙しかったりとかしててなんかこう。 テストとかいろいろあったりとかするときには、なんかちょっとこのぐらいちっちゃいミニタオルの、ね、かわいいのを見つけたらね、こう3枚ぐらい買ってきて、ちょっとこれ、学校で使ってみたいなことをすると、まあ、ちょっとああいうのを癒されるんですかね、女の子って。まあ、そういうのを気をつけたりとか、まあ、睡眠時間は、それはまあなるべくまあ寝かせるけど、あ仕方ないでしょうね、同じ浜岡行ってるんだから、寝る時間は一緒なんでね。 それと,、えーとね、ちょっとあれですね、あのインフルエンザとかちゃんとしましたけど、予防注射とかしましたけど、まあ、なんかちょっと風邪ひいたら困るなみたいな、男の子ってなんか風邪ひいてもなんか全然大丈夫そうなんだけど、女の子ってふにゃふにゃになったりすると困るなって、意外と、まあ、うちの子もつ強いんですけどね、体調としては強いんですけど、なんか見た感じ、細いんでね、えーっと思ったんで、ヨーグルトを毎日食べさせたりとかね、そういうことしてましたよ。でなんか 本人も、こ、の女の子って色々細かいので、うがいは紅茶でしたいとかね、言ってたんですよ。めんどくさいでしょう。え、もういいじゃん、水でとか思ったんです。紅茶でするとか言って。で、紅茶でね、しかも紅茶をね、そのティーパックじゃなくて、煮出したものを何度かに冷やしといて、私が浜から帰ってくるまでに何度に温めて、何度の 紅茶でね、うがいしたりとか言うんですよ。もうね、しんしんでめんどくさいとか言って思っててね、最初はね、煮出したりとかしてたんですけどね、なんだって他の子にも忙しいでしょ、私も。だからね、結局ね、あの、最後はね、<ー>こっそりとね、ティーパックでやってました。で 気ががかししてましたけどね、まあ、です風邪ひかなかったからもういいかなみたいな感じでしたけどね、まあ、そんな、まあ、結構女の子、細かいこと気がつくなっていうことでしたね、まあ、そういうことにね、もう何言ってんの、お兄ちゃんそんなことしなかったの、めどくさいことね、言わないのよとか、いうことは言わないことですね、本人がこうしたいって言ったら、早、はい、はいわかりましたみたいな感じでね、意外と付き合うってことが大事ですね、はい、付き合ってあげてください、女の子は。